吉森大学台湾、高尾市大気区学場路一段一校に本部を置く台湾の私立大学である。奇集団の創始者の林吉森によって1986年に建校された高尾合学院が前身。中華民国の教育部の大学令によって1997年、吉森大学に改称された。吉森大学見学の精神は、勤務みと創進である。 現在の学長は、チンブリエン博士である。吉森大学には、スマートテクノロジー学部、理工学部、管理学部、コミュニケーションデザイン学部、国際学部、ホスピタリティツーリズム学部、言語学部、医学部、原住民族学部の9学部、43学科、15の修士課程、7つの博士課程、4つの原住民族特別クラス。 二つの国際英語特別クラス、加えて十七の野間部の学部、社会人を対象とした十の修士コース、二つの二年間の専門コースを有する総合大学である。吉森大学メインキャンパスの入り口ゲート、吉森大学の管理学部と国際学部とホスピタリティツーリズム学部と共に国際商業管理教育の認定を取った。台湾の大学の中で、 その認定を取った14番目の大学であり、世界中で唯一管理学部と国際学部と、ホスピタリティツーリズム学部とともに、同時に国際商業管理教育の認定を取った大学である。吉森大学は2016年6月には、イギリスのザ・タイムズ・ハイアー・エデュケーション・サプリメントによって、アジアの大学の200上以降のランキングに入り、翌2017年にもランク入った。 吉森大学キャンパス屋外劇場インターナショナルハウス2ありがとうございます。